は早く逃げないと、またあの場所に連れ戻される。それだけは嫌だ。まだ近くにいるはずだ。探せ見つけて連れ戻さないと俺たちが殺される。しかしあの方も随分無理難題を押し付けますね。なんせ、元最強を連れ戻せだなんて無謀レベルだろ。とりあえず、近くを探してみましょう。やばいな。追っ手を巻いたけどあいつが現れてもおかしくない。やばい、6時間走り続けたからもう意識がやばい。あら、起きたのね、おはよう。誰だこの人？追っ手の連中か？私は空間にしまってあった探検2本といつでも詠唱ができる用意をした。そんな物騒なものはしまいましょうか。あんなズタボロ状態でここに運んだ私を運んだことに感謝してほしいわ。敵意はないでもまだ油断できない。一応助けてくれたことに礼を言うよ。ありがとうだけど、さっさと本題に移ろう。私をどうするつもりだ。そうね、あなたをこれから幻想郷で暮らしてもらいます。私は八雲ゆかり幻想郷で賢者をしているわ。一応伝えておくけど、あなたの能力はの程度の能力。随分私の能力は反則級だったんだ。私の名前は暁結衣。ケツコロも、それじゃあ幻想郷に行ってらっしゃい。あら、人がここまで来るなんて珍しいわね。見た目からしてこの神社の巫女さんだな。あの、ここが幻想郷で合っていますか？ここが幻想郷で合っているわ。あなた、外から来たの？まあはい。そう？私は白霊霊夢白霊神社で巫女をしているわ。私は暁結衣です、よろしく。おそらくゆかりが連れてきたんだとすると、能力を持っているのかしら？一応持っていますけど。例えばどんなのが使えるの？そうですね。簡単に言えば、反則、ですかね。転生しよう、あれが暗い光の中、変な綺麗な光。